はい、こんにちは。今日もですね、早速、オーディオブックのね、リスニングから始めていきたいと思います。どうぞ。Theodore Roosevelt said that when he, as president, was confronted with a perplexing problem, he used to lean back and look up at a large painting of Lincoln, which hung above his desk in the White House, and ask himself, what would Lincoln do if he were in my shoes?How would he solve this problem? Mark Twain lost his temper occasionally and wrote letters that turned the paper brown. For example, he once wrote to a man who'd aroused his ire, The thing for you is a burial permit. You have only to speak and I will see that you get it. On another occasion, he wrote to an editor about a proofreader's attempts to improve my spelling and punctuation. He ordered,Set the matter according to my copy hereafter and see that the proofreader retains his suggestions in the mush of his decayed brain. The writing of these stinging letters made Mark Twain feel better. They allowed him to blow off steam, and the letters didn't do any real harm because Mark's wife secretly lifted them out of the mail. They were never sent. はい、というわけでですね、今度は内容の確認にね、入っていきたいと思います。Theodore Roosevelt said...はい、セオドア・ルーズベルトですね、まあ、もっと上の方でもこの本で出てきましたけど、は次のように言ったと That when he, as president, was confronted with a perplexing problem 彼がですね、まあ、大統領として was confronted with なんとかなんとかに直面した時、a perplexing problem あの perplexing というのはあのなんか混乱するようなね、まあ、難しいってことですね。こう、どうしたらいいか分かんないってなっちゃうような、そういう問題に直面したときには、He used to lean back and look up at a large painting of Lincoln. はい。彼はですね、こう、lean back、だから後ろにこう、ちょっと寄りかかって、だから背もたれにね、椅子の背もたれに寄りかかって、で、look up、こう見上げたと。何を見上げたかっていうと At a large painting of Lincoln 大きなですね、絵画ですねリンカーンの絵画を見上げたっていうんですよでそのリンカーンの絵っていうのは Which hung above his desk in the White House だから、彼のねホワイトハウスの彼のデスクがあってセオドア・ルーズベルトの大統領でその上に、飾ってあっただからまああれでしょうね。机が面してるそのあれ壁の上の方にあったでしょうかね。でそれをこう見上げたとどうしたらいいかわかんないときに、and ask himself で彼自身にこう問いかけたと、What would Lincoln do if he were in my shoes? はい、リンカーンならどうしただろうかもし彼が私のこれね。あのイディオムですよね。私の靴の中にいたら、つまり私の立場なんですよ。立場のことをこう靴ってね、英語ではよく表現しますけども、私の立場だったらリンカーンはどうしただろうか。How did he solve this problem? 彼ならどのようにこの問題を解決したのだろうか。ということですよね。はい。これはなんかね、感動するっていうか、こう、あれですよね。すごい、先人のね、こう偉大な先人に対して、こうね、後世の人がこういうふうに見上げるっていうのはなんか美談ですよね。これ出てきたリンカーンの話を聞いてると確かになるほどと。彼はもともとすごい頭のいい人で、最初の頃はね、若い時は調子に乗って人をバカにしてたんだけど、それもね、亡くなって非常に優秀なリーダーになったと。だからこうやって尊敬されるわけですね。Mark Twain lost his temper occasionally. はい。これが話がガラッと変わって、マーク・トウェインですね。作家のマーク・トウェインは、lost his temper. 彼の、なんていうのかな、テンパーをこう、ルーズ、失うっていうのでね、機嫌を乱すみたいな。まあ、正気を失うっていうわけでもないんだけど、まあ、でも、それに近いような感じですね。彼のその、なんていうのかな冷静さを失うっていうことですよね。Occasionally たまにね、マクテーヌの中で切れることがあったということですね。And wrote letters that turned the paper brown. で、手紙を書いたと。
ね、で That turned the paper brown. これはね、これは非常に高度な文章の書き方で、マーク・トゥエインっていうのをなんかそのこういうね、紙が茶色になるっていう表現をなんかマーク・トゥエイン自身が使ったらしいフレーズなんですけど、これどういうことかっていうと、なんかあの酸性の薬品かなんかに紙をつけると白い紙が茶色にね変化してしまうっていうことで、だから劇薬っていうのはそれぐらいなんか非常に効果があるっていうのをこうね、マーク・トゥエイン自身がなんか作品の中なんですかね、あの Turn the paper brown っていう言い方をなんかでしたらしいんですよ。デール・カーネギーはそれをね、マーク・トゥエイン自身に関して、ね、使ってますね。つまりどういうことを言ってるかっていうと、髪が茶色になっちゃうぐらいの、要するにものすごいね、劇的な、あの過激な言葉を使った手紙を、時たま書いたと、切れて書いたっていうことを言ってるんですね。で、このパラグラフっていうのはね、すごい非常になんか高度な英語ですねっていうのは読んでいきましょう。For example, 例えば、He once wrote to a man who had aroused his ire. はい。彼はかつてですね、書いたことがあると。で、write to 誰々っていうので、誰々に手紙を書くっていう意味なんですね。うん、じゃあ、誰に手紙を書いたかっていうと、a man、ある男性ですね、who had aroused his ire。arouse っていうのは、こうなんか、感情をこう起こさせるみたいなね、いうことなんですけど、これはマーク・トゥエインですね。マーク・トゥエインの怒りをこう生むようなね、ことをした人がいたと。で、その人に対して手紙を書いたことがあると。で、コロンの後っていうのはですね、その、まあ、具体的に言ってるわけですから、ここではね、じゃあマーク・トゥエインが何を書いたか。The thing for you is a burial permit. はい。お前にふさわしいのは、burial permit。burial permit っていうのは、burial っていうのはこう、埋めるっていうことですよね。で、burial permit っていうのは、人が死んだ時に、その向こうは土葬じゃないですか。だから死体を埋める時に、当局にね、誰々が亡くなったんで、その人の死体を埋めますよ、遺体を埋めますよ、いいですかっていうので、こう登録するわけですよね、行政機関に。で、あの、permit っていうのは許可証っていうことですね、一般的に。だから、遺体の埋葬許可証ってことですね。うん。で、お前にふさわしいのはそれだって言うんですよね。貴様にはね、貴様にはこういうものがふさわしいと。で、You have only to speak and I will see that you get it. で、これもね、あの、非常にカジュアルな。昔のカジュアルな言い方ですね。現代人はこういう言い方多分しないと思いますね。You have only to speak. ただね、あの、言うだけでいいと。お前はただ言うだけでいいと。そしたら俺が、ね、確実にお前がね、それを受け取る。この、あの、まあ、だから自分自身の遺体をね、埋めてもいいですよっていう許可証をね、手に入れるっていうことを、あの、確実にしてやると。つまり、これはね、お前なんか死んじまえっていうのことを。で、あの、お前がね、許可してくれれば、俺がこの手で殺してやりたいぐらいのことをね、すごい遠回しに言ってるんですよね。で、この英語ね、結構難しいんですよ。つまり、現代人ってね、ちょっとこういう言い方しないんですよ。あの、なんていうのかな。うん。The thing you deserve とか言いますね。The thing you deserve is a burial permit とか、この The thing for you is a burial permit ってなんか言い方をしないんじゃないかなと思いますね。あと、You have only to speak and I'll see that you get it。これもね。If you ask me, I'll make sure that you'll get it とか、そういう感じなんですかね。うん。で、僕も初めこれ親と思ったんですよ。なんでかなと。で、ちょっとネット上でね、なんか調べてみたら、やっぱり誰かがね、同じことをこれ、あの、疑問言ってるんですよ。The thing for you is a permit. で、この人ね、Hello everyone, I came across a citation from Mark Twain's Indignant Rebuke to a Proofreader. で、これで、ね、これどういう意味なんですかって。で、答えてくれた人がここにいて、
で、いやー、これ特にね、不思議なこと言ってるわけじゃなくて、この The thing for you っていうのは The thing you deserve って言うんですよ。ね、言ってくれてて。でね、その後、それだから前半の部分じゃないですか。で、後半のね、You have only to speak and I'll see that you get it っていうのは、All you need to do is speak and I'll ensure you receive one, a barrel permit. 感じでね。これ見て僕も、ああ、なるほど、そういうことなのかと。だから、すごい19世紀的な言い方なんでしょうね。この、で、これ、引用されてるのは。はい。はい、というね。で、だから、そんなひどいことをね、こういう、紙が茶色になるようなっていうね、ひどいことを、マーク・トウェインは紙で書いていたと。On another occasion, で、別の時には、He wrote to an editor, はい、ある編集者にね、手紙を書いて About a proofreader's attempt to improve my spelling and punctuation はい。で、何に関して書いたかっていうと、あの、proofreader って日本語で査読者ですね。うん。あの、査読、つまり、誰かが書いた文章をこうチェックするっていうね、そういう役割の人ですけども、ある査読者が、のですね、attempts というのは試みですね。to improve my spelling and punctuation。はい。で、マーク・トウェイン自身のスペルとかね、あと、punctuation。これはスペリングというのはあれですね。まあ、スペルですよね。で、あと、punctuation というのは、あの、句読点ですね。だから、どこで点を打つかとかね、コロン使うかとかっていう、ことをあって、だからマーク・トウェインがなんか書いたんでしょう、文章書いて編集者に送ったら、その担当の査読者の人がこう構成したわけですよね。あ、ここはスペルこっちにしてくださいとか、それからここはね、カンマ入ってるけどなくていいんじゃないですかみたいなことを構成したあのゲラをね、マーク・トウェインに送り返して、マーク・トウェインがそれ見て何と、俺の文章に手を入れるなんてこんな生意気なやつがって言うんで切れたんでしょうね。で、それで編集者に手紙を送ったと。で、こう言ったわけですね。He ordered。まあ、命令したっていうか頼んだわけですよね。マーク・トウェインが。Set the matter according to my copy hereafter。はい。まずね、Set the matter according to my copy hereafter。私の原稿、に従って物事を決めると、だからもう余計にね、赤で訂正とか入れるんじゃないと、自分の書いた通りにやってくれよと。 Hereafter 今後はね、 And see that the proofreader retains his suggestions in the much of his decayed brain これはすごいっすよね。こんなこと言ったんすね。だから俺のこれから俺の書いた通りにしろと。そして、see that っていうのは、もう、確実にしろと。ね。the proofreader、その、今回、構成した人、その査読者っていうのが、retains his suggestions。はい。retain っていうのは、こう、持ち続けるってことですね。彼の suggestions。だから、こう、転校した方がいいんですか、じゃないですか、とか、スペルこうした方がいいんじゃないですか、とかっていうような、そういう suggestion が、ね、あったとしても、それをね、retain しろと。持っとけと、出してくるなと、取っとけ。In the mush of his decayed brain これはですね、マッシュっていうのはこうなんかグニャグニャの物体のことなんですけど、あの his decayed brain、 その査読者の腐った脳みその腐った脳みそのなんかこう脳ってグニャグニャしてるじゃないですか。そこにね、あの、取っとけよと、出してくんじゃねえと、そういうことをね、マーク・トゥエンは書いたってですね、手紙で。これすごいっすよね。The writing of these stinging letters made Mark Twain feel better. はい。で、こういうふうに書いたことですね。これらの、その stinging letters、sting っていうのは刺すってことですね。人を刺すようなこういう手紙を書いたことっていうのは、made Mark Twain feel better。Mark Twain をね、こう、の気持ちを、まあ、和らげたっていうかね。だから、ムカーっとしてたのをこう書いて、スッキリするわけですよね。だから、マーク・トウェインは、気分は良くなっただろうと。
ね、They allowed him to blow off steam. はい。これの手紙っていうのは彼に blow off steam。steam っていうのはあの湯気ですよね。蒸気をこう blow off。だからあの夜間とかね、そうみたいにこう中でこうなんかね熱で水蒸気が溜まったのをシューッと、だからあれですよね、ガス抜きってやつですね。ガス抜きをさせたと。And the letters didn't do any real harm. そしてその手紙っていうのは何にもね実際の危害っていうのを加えたわけじゃない。Because Mark Twain、 ここですね、これすごい僕さっきちょっとパラッと見てね。Because Mark's wife secretly lifted them out of the mail. They were never sent. これはね、素晴らしい奥さんですね。これは素晴らしい奥さんだと思います。マーク・トゥエインの奥さんっていうのは、あの、まあ、マーク・トゥエインの、まあ、なんていうのかな、お手伝いというかね、補佐をしてたんでしょうね。だからマーク・トゥエインがこの手紙もね、手紙、誰かに書いたときには、文章を書いて、で、これをね、なんか入って、奥さんに、ね、多分誰々に届けてくれと、言ったんでしょうね。で、奥さんがそれを、まあ、封筒に入れて、まあ、郵便局に持ってくとか、そういうことをやってたんでしょうね。で、その時に、奥さんがね、こっそりとね、手紙から、これ抜き取っていたわけなんです。つまり、これを送ってくれって渡されて、だから、封もすでにしたったのかしてないのかわかんないですけど、マーク・トゥエインが手紙書いて、まあ、封も自分で用意したんでしょうね。で、はい、これ、郵便局に持ってってねって言われて、奥さんが、それを、まあね、読んだのか、あるいはもう雰囲気で、またマーク・トゥエインがとんでもないことを書いてるっていうのを察して、こうね、開けて、とにかく抜き取ったと。ね。これは素晴らしい奥さんですよね。これは。だって、こういうことをね、本当にもし送っちゃったら、作家としてね、非常にこうマーク・トゥエインって仕事がしにくくなるわけじゃないですか。編集者から嫌われるわけですからね。だから、で、こういうふうにすることで奥さん自身も、だから、ね、自分の旦那さんがね、こう成功すれば奥さんだって、それでね、いいわけですからね。だから、まあ、その賢い、素晴らしいですね。はい。というわけでですね、今日は以上ですが、では明日の範囲ですね、ここからですね、Do you know? っていうところから、ここまでですね、But not read。 ここまで、明日までに読んできてください。はい。というわけでですね、今日ちょっと若干長くなっちゃいましたけど、以上で今日終わりにします。お疲れ様でした。